はいどうも、楽しみしてごはん時間ですよ。今日はですね、もう大変よくできました。ニンニクとあのカニカマをたっぷり入れた、パラパラのじゃーん。よくできました、にゃーにゃーにゃー。よくできましたよ。はいどうも、楽しみしてごはんの時間ですよ。今日はですね、今見えておりますね、見えております。赤のウェイパーの上に赤いトマトを乗っけちゃった。赤の上に赤乗っけちゃってよくわからなくなって、その下にあるのも赤です。あれはカニカマでございます。全部使いますよ、全部使いますね。そうです、いつも通りお手手を洗ってお水を一口飲んでから始めていっております。木島春樹でございます。よろしくお願いいたします。いやーね、今日のもよくできました、美味しくできました。ただですね、ちょっとこれはごめんなさい、本当にこれ大反省ですねっていうところが一つありました。それはですね、これ見ていただければ分かると思うんですけども、この沈じてるっていうか、そのニンニクをこうやって蒸してるというか皮むいてる、これがね、いつもよりも余計に時間かかってしまったんですよ。これなぜかと言いますと、さあニンニク食べましょうかと、ニンニクを食べましょうねって、たくさん食べましょうねと思って買ってきたのはだいぶ前の話、結構前にね買ってきて冷蔵庫に入れておったんですよ。この冷蔵庫に入れておったのも良くなかったのかな、どうなんだろう。それでですね、周りの方がふぱってきてというか、その乾燥してきてというか、なんだろうな、もうこれちょっとダメですね、ごめんなさいってしなきゃいけないような感じになっててですね、いつもであればこの一向きで終わるってところの一向きの部分があるじゃないですか。その向きの後、さらにもう二向きぐらいしなきゃいかんかったわけですよ。なので思ってたよりもニンニクたっぷりでいこうと思ったけど、思ってたよりもだいぶ、思ってたのの半分ぐらいですよ、ニンニクの量は半分ぐらいになっちゃって。それだったらね、もう一玉あるわけですから、もう一玉あのニンニクを持ってきてね、やりゃいいだろうっていう風な話だったんですけど、いやと、これはね、定めというか運命というか、そういう風にしなさいっていうね、これなんかそういう おぼし飯じゃないですけど、そんな感じのことだろうということで、もう一個の一玉ね、ニンニクを持ってくるのやめました。やめてね、それでも二玉ですからね、二かけじゃないんですから、二かけじゃないんですよ。ニンニクみたいな顔じゃない。二かけじゃなくて、一かけ、一かけじゃなくて、一玉。それを二玉で丸ごとやってるわけですからね。まあ十分ですよ。まあ実際ね、非常にバランス良かったです。はっきり言って。これ自分でね、もう毎回毎回、木島くんそうなんですけども、自画自賛ですよ。よーくできたね。いつもはさ、ニンニクだらけチャーハンするときは、刻んで入れるもんですから、もう香りとかそういうのはよく立っておってね、非常に美味しいんですけど、ステーキとかでよく入ってるというか、付け合わせでやるときのニンニクの丸ごとやってね、ホクッとした噛んでホクふわーって香りが広がる、感じのやつで食べたいなと思って、今回はその刻んだり砕いたり潰したりとかそういうふうなことはしないで、丸ごとボン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 って、ほとんど小さいですけどね、そのさっき言った話のそういう理由でそうやってやったからね、あれでしたけど、まあ非常に仕上がりは良かった。で、米とのね、米もあれだわ、冷凍しておった時のなんだ、一分け一分けしてた量がちょうど良かったんだな、ちょうど良かったんでしょうね、この今回のチャーハンのこの具材たちとのバランスがね。卵2個でね、贅沢にやって、もうこれ辛かった、思い出しただけでもう大変なことになってました、口の中が。この中国のね、分からんで買ってるからさ、辛いとか辛くないとか、豆が入っててピーナッツが美味しいんですよ、ちゃんと旨味もあって美味しいんですけど、辛いんだな、辛かったな本当に。で、特に最後の方、これぜひね、食べてる動画の方ね、まだ見てない、ご覧になってない方はぜひね、見ていただきたいんですけれども、最後の方がフォアジャオ、山椒、花山椒って言うんですかな、あれのしびれる粉なのか粉末なのかいくつなのかなのか分からんけど、それが最後の最後の方にもしっかりもう溜まっておって、汁の最後の方はとんでもなかったですよ。最初からね、もうもちろんその酸っぱい香り、酢って書いてる袋もあったでしょ、あれを入れてるから、その酸っぱいのもあるし辛いのもあるし、この醤油は非常に美味しいです。何でしたっけ、スモーク、カズサスモークでしたかな、確か。まあ今、長い話が分からなくなってきた。そう、春雨ね、中国のラーメンじゃなくて、あれ春雨らしいよ、どうやら。ちょっと見たら。でんつけ、でんてんてんつけ、ひげぼうぼうのきじまいです。まあ、非常にね、辛くて、もう大変でしたけど、まあ、味は美味しかった。で、トマトを乗っけてからのチャーハンはね、よかったよ、本当に。トマトも、この野菜も乗っけといて。このトマトいなかったら、この、辛い汁、辛い麺はね、ちょっといけなかったかもしれない、本当に。
そう思いました。ちゃんとね、お湯この線引っ張ってなかったな、ちゃんと見てなかっただけかもしれないけど、線がわからんもんですからね、あの大体で入れました。大体出て、あーいい湯気が出ておるね。中国の麺、中国の麺、はい、ということで、あのチャーハンめちゃめちゃ美味しくて、あの麺もね美味しくて、でもとっても辛かったんで、あの食べてる動画ぜひよろしくお願いいたします。はい。